バッハの名による幻想曲とフーガは、フランツリストの作曲したオルガン曲、あるいはピアノ曲。田村文章による吹奏楽編曲版も存在する。1855年から1856年にかけてオルガン版の初稿が書かれ、また同時期にピアノ版の初稿が書かれた。この時点で作品は前奏曲とフーガと題されていた。その後、 1869年から1870年にかけて改訂が施され、ピアノ版の第2項とオルガン版の第2項が、これもほぼ同時に成立している。現在、断りなく演奏される場合は、オルガン版、ピアノ版ともに第2項が使われるのが一般的である。作曲の直接のきっかけは1855年。 メルゼブルク大聖堂のオルガンの落成式で演奏されるために依頼を受けたことによる。しかし作曲は間に合わず、落成式では1852年出版のオルガン作品コラール、アドノス、アドサルタレムウンダムによる幻想曲と風画が演奏された。本作は1856年5月13日にメルゼブルクのオルガンを用いてアレクサンダー・ヴィンター・ベルガーによって初演され、 検定も彼に行われた。この作品はバッハ主題を扱い、また風ガも取り入れられていることから、ヨハンゼバスティアン・バッハへのオマージュであることは明らかだが、その一方で、シンドイツ学派の機種であったリストらしい前衛的な響きも聞くことができる。リストは以前からバッハの芸術に関心を示しており、1840年代にはバッハのオルガン作品の編曲を行い、 また、後の1862年には、バッハの主題を用いたパッサカリアである、バッハの主題による、変装曲、アオスデア・カンタテ・バイナン、クラーガン、ソーガン、ザゲニ、ウント・デム・クルーセフ・イキシシー、デア・エイチ、モール・ミサ・フォン・ JS バッハ、S184 も書かれている。低音で奏される、バッハ動機の繰り返しに始まり、全曲を通じて、 バッハ動機を必要に変容させながら自由な展開を見せる。中間にはアンダンテミステリオーソと指示されて始まる風画が置かれている。なお、この風画主題では、オクターブの12音すべてが用いられている。調整は変長調整と途端調を中心に推移するが、バッハ動機自体が半音快適な音景を取るため、調整が不明瞭な場面は多い。諸行と第二項において、 構成に大きな変更はなく、またオルガン版とピアノ版の間でそれぞれほぼ相違はない。風画部分の展開については全ての版において同一である。オルガン処方としては当時のドイツでも最大級であったメンゼブルクのオルガンの性能を活かすため幅広い表現と高い技巧が要求されている。また、足鍵盤の扱いについても特徴が見られる。 ピアノのビルトオーゾであったリストだが、足鍵盤の演奏は苦手としており、オルガン作品において用法は限定的であることが多い。しかし、ビンターベルガーの演奏を念頭に置いた本作では、足鍵盤に素早いパッセージが要求されている箇所が存在する。ありがとうございます。